ワイパーラジオ。ワイパーラジオ始まります。ワイパーラジオです。この番組は右左ショップワイパーの1週間のニュースをお送りするラジオ番組となっております。YouTube、Podcast から視聴可能です。皆さんこんばんは。こんばんは。はい。先週中村さんお休みでしたね、はい、宮崎と横木が喋り倒してましたね、はい、結構長くなっちゃったんですよ。結構長かったでしょあれすごかったなと思って、なんだかんだいやいやっていう2人が久しぶりに出たら喋る喋るそうそうそうどっちだっていうしかも結構宮崎くんの方がむしろ結構前回はノリノリだったんです一番出たがらないのにね、そうそうそう、なんか慣れてきました、意外なもんでこれが、うん、はい、そうなんで、まあ、たまにあのメンバーまたあるかもしれないので、はい、はい、ということで今週はですねレギュラーメンバーで収録をしておりますが、はい、まあ、ワイパーですね、春なんですけど、まあ、5月ですね、先日の特価だったりとか、はい、まあ、ここ最近もですね新商品だったり目まぐるしく入荷しております。そうですね、うん、まあ、何もない週はないのでもうワイパーにとってみれば、うん、しかもなんか何もない日もないです確かに、はい、毎日がイベント。そうです、はい、しかもなんかここまだちょっと公開は先なんですけど、結構最近海外入荷ありますもんね。そうですね、うん、結構続いてますもんね、頻繁に。結構しかもね、ラインナップが渋いですね。ああ、確かに。なんかもう皆さんもうそろそろそのなんだろうな、もう目が肥えてきてるはずなんですよね、漏れなくチェックしていただいてる方は、はい、そんな皆さんでも初めて見るとか久しぶりに見るとか、動画ワイパーのミリタリーウェアハウスでは初めて見るみたいなアイテムが結構今後続くと思います。あ、確かに新商品が結構多めなイメージ、はい、うん、うん、まあ、当然米軍とかからも人気の再入荷もありますけど、はい、そう、結構ヨーロッパから目新しいものが多いかな、新ネタが、うん、うん、ですね。なんで、まあ、ここ、まあ、結構季節は関係なく、まあ、全然冬物だったりとかも入ってるんで、はい、まあ、そういったものも、まあ、全然再入荷だったりとかもあると思うので、まあ、はい、ある時買いなミリタリーが、うん、そうですね、はい、最近の人気のアイテムかなと思います。そうです、シーズンは関係ないですからね、はい、一期一会古着ヴィンテージ市場では、はい、まあ、そんなこう実物のアイテムがですね今回も中心でランキングしておりますが、はい、その前に、いつものコーナー、はい、鈴木中村の今日のコーデ、はい、と言っても今日はね画角問題で立てないんですよね、はい、まあ、ちょっと、うん、そうですね、立っちゃうと頭が見切れちゃう、はい、じゃあ私から先に行きましょうかね、はい、はい、と言っても立ってみますよ。ちょっと。うん、さあ、あ、消えた。はい。ということで。でしょうね。はい、ということで、はい、ちょっとですね、僕、この間の中村さんのあの、ヴィンテージのベースボールシャツにちょっと触発されまして、はい、うん、私も今回 USMC の、ね、はい、ベースボールシャツ。しかもこれ、ソフィーなんですよ。そうなんですよ、これ。正真正銘の具物。USMC でソフィー製。はい、まあ、年代はですね比較的このタグから見ると90年代ぐらいかな、そんなに古いものじゃないんで、しかもカットソーの天軸生地ということで、はい、本当気楽に着れるような感じで、まあ、これはうち取り扱いはないんですけど、そうですよね、はい、しかもサイズ XL なんですよね、それ。そう、まあ、本当にこれ実はアメリカのオークションで買ったんですけど、うん、そう結構こういったベースボールシャツなかなかないので、はい、そう、これいいなと思って即買いでした。ちょっとね、ベースボール熱がじわじわちょっと高くなりつつあるなっていうのをひしひしと感じておりますから、はい、まあ、形にできたらいいですね、これも今。そう、まあ、なんで、これ、まあ、ちょっとうちのアイテムではないんですけど、はい、実はその中村さんの私物の、ウール製のやつをですね、今現在、サンプル制作中ということで、そうですね、はい、皆様にお届けできる日が来ることを願ってます、はい、私自身が。いいの上がるといいですけどね。はい、いや、本当ですよ。うん、交互期待、はい、私は一番期待してます、うん、そう、なんでベースボールシャツいいですよ、はい、はい、でパンツで、まあ、パンツはですね、まあ、こちらは定番の、WP の1002番、M52 のフランスのウェポンの方ですね、はい、ただ、これちょうどですね、また近々 WP の69の方が再入荷する予定ですので、近々どころじゃないぐらい直近ですね、はい、まあ、多分数日以内にご紹介できると思いますので、はい、そうです、もう本当数日以内ですね、はい、なんで、ただこっちもですね、また次、はい、まあ、来月ぐらいかなに一応控えてますので、はい、時間差でちゃんとどちらもですね入ってくる予定になってます。すごいですね、はい、はい、まあ、無敵パンツなんでこれは絶対持っていて損はない一本です、はい、はい、そして中村さん、はい、私は今着ている T シャツが久しぶりに袖を落としました US ネイビーのリバーシブル T シャツワイパーインクを、はい、トップスに持ってきて、下がウィンドプルーフカナダのオーバーパンツですね、うん、の、これはね
昔から私が愛用しているのは XL のレギュラーなんですけど、今回はユーズド結構まとまった数入ってきたので、うん、スモールショートというサイズを私手にしました。あ、まあ、むしろそっちの方が適正という、まあ、適正なんです、うん、まあ、けどなんかねスモールショートで、まあ、立てないのがあれですけど、意外とというか全然そんなに細くならないですね。あ、まあ、XL のレギュラーよりはやっぱ気持ち細いですけど、それでもずぶといですよ、うん、まあ、十分、まあ、オーバーパンツですし、ね、はい、土砂が出る、うん、そうです。でこれね、去年も同じようなサイズが違うんですけど、格好スタイルは結構してたんで、この時期からの楽ちんスタイルなんですけど、今回今年からちょっと今年のサンダルは私釈迦のチルアウト SF にしました。お、じゃじゃん、これ新モデルですか？新モデルです。釈迦自体がちょっとロゴも変えて、あの、うん、ブランドあの一層あのイメージをねちょっと新規一点変えてやってるんですけど、うん、このチルアウト SF はなんか、まあ、コーディラナイロン、うん、アッパーのとこ使ってるっていうのもあって、はい、やっぱミリタリーとリンクするところもあってですね、今年はシャカチルアウト、まあ、もちろんこれワイパーでも販売予定なので、うん、今年の夏サンダルを新調しようかなとか変えようかなと思っている方はぜひご覧ください。まあ、もう間もなくあの販売開始になると思いますので。いいですね、これ結構ソールふかふかですか？そうそうなんです、うん、チルアウト SF の、 あのこれも面白いのが、あのジャングルブーツのソールをイメージしているっていうのがあって、コーディラナイロンで、あの最近多いこのナイロンストラップのヒールのストラップが外せるんですよ。ああ、なるほど。じゃあスリッパとしての、そうそうそう、あの突っかけというか、うん、あの着脱も簡単にもできますし、しっかり外で歩くときはストラップをヒールの部分固定すれば、あの両方でも使えるし、うん、なんか釈迦自体がそのアウトドアに特化しているイメージあったんですけど、はい、その街着ファッション着としてより快適に使ってもらいたいという意向も結構強くなってきたみたいで、じゃあまさに結構チルな感じで、そうそう、その通りです、だから、はい、その通りなんです、うん、だからいいなと思ってて、いいですね、 ゆるーく履ける感じで、はい、そろそろ皆さんもね T シャツとサンダルととかを探し始める時期じゃないですか、うん、夏の足音も近づいてきて、はい、楽しみですね。いいですね、はい、はい、ということで、鈴木中村の今日のコーデ、はい、ということで、続いていつものコーナー参りたいと思います、はい、ミリタリーショップワイパーの1週間の売り上げを発表するコーナーです。題しましてワイパーウィークリーランキング、はい、ということで、うちの公式オンラインの独自のランキングの12個のアイテムをご紹介していきたいと思います、はいはい、今週はですね実物多めでございます、はい、まあ、プラスワイパーインクもちょこちょことある感じですね、はい、じゃあまず早速第12位こちら、実物ユーズドイギリス軍のロイヤルネイビーのスラントポケット、うん、スラントカーゴが、はいはい、まあ、大体いるというね、もう安定しすぎてまあ、ただね、スラントカーゴとロイヤルネイビーの PCS のコンバットジャケットですね、はい、やっぱ春はセットアップデートをお伝えしましたけど、うん、やっぱここはね今選べるというのがありがたい。確かに ODU より結構在庫の選択肢は多いかもしれないですね。多いですね、うん、はい、ネイビーパンツといえばその2つが結構人気ですけど、はい、まあ、特にこっちは薄手なんで今からの時期ちょっと汗でベタつく時期も割と快適に履けそうな、そうですね、うん、FR 素材が入ってるとは思えないぐらい結構涼しく履けるんですもんね、うん、暑さも気にならないし、確かに、まあ、かといってこうペラペラってわけではないんで、もちろんそうそう、いい感じですよ、はい、はい、では続いては第11位こちらワイパーインクから、M52 ヴィンテージ2タックチの WP69、 あ、すごい、はい、すごいな、これだってまだ今結構もう要は再入荷が控えてる段階でしょ、はい、だから結構各サイズ在庫は薄くなってるにもかかわらずランクインしてますか、うん、まあ、ある程度数を積んだし、まあ、さらにこうナチュラルとかに関しては即完売だったにもかかわらず、はい、うん、多分これランキングしなかった週ないんじゃないですかね。すごいな、すごい、だってあの春先に河原で撮ったじゃないですか、そっかそっか、あれから多分ずっとランクインしてる、あ、やばいですね。まあまあね、良くも悪くも使いすぎちゃうパンツなんですよね、合わせやすいから、はい、だからこれもうミリタリーという軍パンの枠を飛び越えてますから、そうそうなんですよ、まあ、ぶっちゃけ言うとこれが再入荷近々するんですけどね、はい、そうなんですよ、そうそう、なんで、まあ、待望のですねナチュラルもこれ入ってくるので、いやだからナチュラルを買えなかった方で今回のこのタイミングね、ちょうど夏前間に合いましたから、うん、はい、先日の動画でもお伝えしましたけど、やっぱスリーピングシャツとかミリタリーシャツとか、まあ、正直そのチェックとかオンブレとか何でもですけど、うん、シャツとはあの相性抜群にいいですから。そうか、あれ中村さん提案のやつパンツは全部一緒です、ね、そう、あれ全部521のですから、ね、うん、あそこで3つスタイル提案させていただいたパンツは色が違うにしたよ、うん、だからまあ WP69 を持ってれば中村コーデの足元下半身揃う、まあ、簡単にできますからね結構簡単に攻略できますよね、うん、これ、まあ、っていうぐらいにおすすめですよ、はい、実を言うとあの最近入ったうちの新人スタッフの子が、はい、これ欲しいですって
ナチュラル欲しいです。え、それどっちの方ですか？ななみちゃんの方です、ね。ああ、ななの方ですね。はい、ああ、素晴らしい。最近ね、ちょっと社内情報ですけど、フレッシュなルーキーが2名、ね、そう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 入社して、こちらも刺激をもらってますよ。うん、ついにスバルたちが先輩になる日が来たという。そうなんです。スバルたちというか、もうスバルが、まあ、スバルはただでさえ偉そうですから、後輩がいなくても。うん、まあ、けどなんかフレッシュですよね。そう、なんかどんどん新しい子たち入ってくるから、そう刺激になりますね。まあ、その2はしかも撮影班っていうかね、うん、演者になりうる可能性のあるセクションにいますので、ひょっとしたらひょっとして、そう確かに、もしかしたら YouTube とかで、ね、皆様の前に現れてお話をさせていただくかもしれないですからね、うん、しかもね、先ほどお伝えしたように2名いて1名は女性なんですよね、はい、7というスタッフ、モモ、うん、に次ぐ、もうリナに次ぐ貴重な女性のレギュラー陣が増えるかもしれないですね、はい、そうなんですよ。なんで、まあ、結構そこら辺の成長も楽しみ、はい、最近楽しみなんですよね、はいはい。では続いて第10位、パンツが続きます、はい。実物ユーズドのオーストリア軍のリップストップカーゴパンツ。ああ、これはオーストリアのファティーグじゃない、じゃないんですよ、うん、これは先日のミリタリーウェアハウスで入荷した商品ですね、うん。いやけど、これもランクインするっていうのが、もはややっぱオーストリアの底力を感じますね。確かに。再入荷したら、ボンって、オーストリアだったら結構無条件に。ね。まず食いつきがすごいですよ、やっぱ。まあ、しかも時期的に、まあ、パラトルーパーとかさすがにちょっと暑いかなってとこだったんで、うん、はい、まあ、このエイプストップのカーゴは結構生地も薄手なんで、そうですね。うん、春夏向けかなと思います。はい、うん。そして続いてがですね、第9位。こちらはですね、ちょうど中村さん入ってますが、はい、実物新品デッドストックのカナダ軍の ECW のウィンドプルーフオーバーパンツ。はい、デッドストックですね。デッドの方でございます。で、さらに第8位がですね、そちらのユーズドになります、はい。あ、ユーズドの方が上なんですね。そうですね、僅差ですが、今回8位の方にユーズドがランクイン。ああ、まあけど今回、去年はね、散々、うん、お伝えしましたけど、XL サイズしかほとんどなかったんですよね。はい、それでも無限にこう絞れるから履けますよってスタイルでやったんですけど、うん、今はなんと結構ちっちゃいサイズが揃ってるんですよね。あ、確かに。しかも多分ユーズドの方がサイズが揃ってるんですよ。ああ、そういうこともやっぱちょっと関係してきてるのか。うん、はい。まあ、自分のサイズを選ぶ。しかもまあ、横木さんが先週履いてたんですけど、結構ユーズドでも綺麗だったんですよ、ね。はい、はい。なんで、まあ、そっちでもいいかな、安いしっていうところで、なるほど。サイズも選べるしっていうので選んでるのかもしれないです。これはね、本当今の時期にね、履いてほしいパンツというか、うん、まあ、涼しい、まあ、結構その、余白が多いっていうか、スペース多いじゃないですか、ね、やっぱ太いから。その分涼しいですし、うん、まあ、オーバーパンツ、まあ、これ、けどリメイクは回ってないのかな、まだ。ポケットは？そうですね、ちょっとこれポケット付きは今まだないんですけど、そっかそっかそっか。でね、ポケット、オーバーパンツならそこだけ注意してください。うん、まあ、けど、それでも十分機能を果たせますしね。はい。なんで、これは本当おすすめですよ。うちの社内でも愛用者多数でございます。はい、そしてですね、こちら、第7位と飛ばして第5位。はい。7位と5位にですね、ワイパーインクの、クルーネックのパック T シャツ2つ入ってます。すごい。7位が、無地。はい、無地というかポケなし、はい。で、5位がポケ付き。これもずーっと販売からランキング入ってるんじゃないですかってことは。確かにそうですね。まあなんだかんだあれから、まあここ数週間ずっと入ってますね。これもね、まあ1枚で着たい T シャツっていうことなんで、まあ今だったらインナーとかの方が多いのかな。インナーというか、この上に羽織り物が。楽しみですよね。本当これで日中1枚で過ごせる日が来ることをそろそろでしょうけど。確かに。このゴワッとした感じの A 面の風合いがですね。ね、これはただね、もう一回っていうのが効かない貴重な貴重なアメリカ製ですから、はい、本当。まあ、そうなんですよ。これがもうこれっきりなんで、多分再生産はできないという。そうなんですよ。これはもういろんな生産背景とかはね、うん、まあ、もちろんそうですけど、今アメリカで物を作って商品化するっていうことのハードルの高さが尋常じゃなく高いですからね、はい、いろんな大人の事情というか為替とかいろいろあってですね、はい、うん、まあ、ただまだ、サイズは選べますので、はい、はい。でしかも、ポケなしの方は、再入荷が控えておりますので、そっか、はい、近日中に、はい、なんであれってことはいよいよプリント入りでいけないかな、ダメかな、まあそれ踏まえて残ればそっちも検討したとこですけどね、はい、うんうん、なんでまだまだサイズ選べるサイズはあるので、はい、ぜひ気になってる方はよろしくお願いします、はい、チェックしてみてください、はい、そして第6位間ですね、このちょうど間、こちらでですね、第6位が WP の111番ワイパーインクの M65 フィールドカーゴパンツ。わお、うん、まだ65カーゴパンツ在庫ありますか？そうですね、S がなくなっちゃったかな。OD ブラックともに？はい。あ、
まあ、ただ他も、まあ、でも他も結構少ないですね。XS、M、L、XS だったっけ。あ、けどすごいですね。半年ようやく多頭化するぐらいで、それぐらい減ったのか。うん、ああ結構作りましたからね。いや、相当な数ですからね。雲仙ですからね。うん、まあ、でもこれはいいですよ。本当、あの、先日ショートパンツも出ましたけど、そちらも好評いただいてますしね。はい。なんで、これはもう生地からオリジナルで作った完全うちの自社独自の6号パンツということで、はい、自信を持っておすすめできる一本です。はい。そして続いて第4位。あ、これはですね、ちょっと自分も買おうか思ってまだ買えてないんですが、実物新品デッドストックの米軍 US アーミーの IPFU トレーニングショーツ。ああ。トレーニングショーツは私も持ってたんですけども、アーミーのプリントが昔のハゲちゃって、なくなっちゃってるから買いましたよ、うん、S を。S で全然余裕ですか？いや、あれ太いんですよ。うん、結局、どのサイズで履いても太さはそんなに大差ないので、はい、でしかもご存知の通り、ウエストってそのゴム入ってるじゃないですか。うん、で、紐で縛るタイプだから、絞ろうと思えば、はい、ちょっと絞りづらいですけど、うん、だから全然 S と XL が今選べるのかな。はい、いや、いいっすよね。だ大事に履こうと。大事にっていうのはあれですけど、なんか、今、ま、洗濯すると乾燥機セットなんで、はいはいはい、もう漏れなく、そこだけはやめとこうと思って、あれは。じゃあ、プリントが剥がれちゃう。そう、そう。でね、剥がれたのを持ってるから、うん、もうそこ、今回の綺麗なアーミーのロゴを生かし続けたいなと思って。ただ、これ、もう、本当ね、真夏前にはなくなっちゃいそうな気はしますけどね、特に S は。確かに。うん、まあ、でも、これ S の方が、在庫はちょっと気持ち多めなんで、うん、なんで結構選びやすいと思います。はい、うん、続いてはですね、第3位、こちら、米軍です。実物新品デッドストックの米軍の BDU、ブラック357がランクインしております。おー、すごい。こいつは、先日再入荷した分ですね。はい。でね、スモールのサイズと XS のサイズですかね。はい。あ、けどスモールでウエスト80ぐらいだったので、意外と、うん、履ける方多いんじゃないかなと思って、私も同じサイズ履いてましたけど、しかも XS のレングスで多分アジア人の方だったらちょうどいいぐらいの。ちょうどいいですよね。うん、で、先日ももがあのインスタのストーリーか何かに、ね、上げてましたけど、うん、ああいう感じでなんかクールビューティーみたいな感じで女性らしさ全開で履きこなすブラック357もかっこいいなと思いましたけどね。うん、確かに XS が結構細いので、これはもう女性サイズ感かな。ですね。うん、ももでだってベルトいらずって言ってたから。ああ。そうですね。僕も S 持ってますけど、S でベルトなしでぴったりぐらいでしたね。うん、そっか。うん、まあけど、ちょっとぜひご覧くださいね。これもね、ブラック357って、まあカラー品番みたいなもんですけど、はい、97年、1年間だけしか製造されなかった。うん、しかも、まあ、陸軍とかそういう軍じゃないんですもんね、はい、特定の。うん、まあもちろん黒だからっていう、その背景が面白いです、このパンツに関しては。はい、これだって、いつですっけ、結構そのボンってブラック357みたいな感じで、4、5年前。もう5年、6年前じゃないですかね。うん、あそこら辺からですもんね、ワイパーもなんだろうな、うん、そうそうそう、ブラック357をうわってきて、これはと思って、何本だったかな、1000はいかない、500本か600本、うん、仕入れたんですよ。はい、その頃の、そのワイパーの体力的にはもう、なんだろうな、めちゃくちゃチャレンジなんですよ。あ、確かに。鈴木、今、500本、600本って聞いたら、いやいや、ザラって思うぐらいかもしれないじゃん。うん、その頃からしたら、俺らからするともう大一番で、かけ、はい、そうでしたね、一生なくなんねえだろうなって思うぐらいの本数だったんです。で、なくなったのが1年前ぐらいかな、2年前ぐらいなくなったのかな、うん、ほぼほぼ、はい。で、久しぶりの再入荷ですもんね。僕も確かだって入社したての頃に買った記憶あります、ね、ああ、じゃあその頃あったんだよ、まだ。うん、だからそう思い出深い一本なんですよね、なんか。初めて縦積みしたというか山を張った、確かに大量に仕入れたアイテムそうそうなんですよ、うん、だから思い出深いんですよあれは。いやー、今となっては確かに結構ワイパー伝説の初めのアイテムかもしれないですね。はい、そうです、あの頃の500、600と今考える500、600の感覚が違いすぎて、うん、危ない麻痺してしまい、麻痺してる危ないですね。そうですよね。100でもすごかったですよね。すごいですけどね、うん、実際。確かに、その在庫を抱えるっていうリスクをすごいやっぱりこう、怖かった記憶やっぱありますね。ね。
まあ、もちろん今でも怖いんですけど。いや、だから、麻痺してますね、私。ちょっと調子乗ってんな。ダメですね、メリタリーウェアハウスで、ほら、はい、ちょっとわずか100本ですとか、これわずか200本ですとか、300枚ですとか言ってる自分が、うん、なことないぞってね、相当な量だろうってなりますもんね。確かに。まあ、ですよね。だって、まあ、当たり前に、だって、そのパンツ100人にこう買うって言ったら結構なすごいことですからね。いやいや、古着屋1店舗で同じパンツ100本って結構尋常じゃないストックでしょ。だって、なんだろう、こう、全国にある、こう、チェーン展開してるお店に在庫をそれぞれじゃあ、いやだから各2枚とかって配って。ね、僕らですけど、その、ジャーナル、ビームス、アローズみたいな、ああいうセレクト、大手セレクトさんでも、その、パンツ一型、どんぐらい売れ筋でつくんだろうな。わかんないけど。もうやっぱさすがにこう何千枚なんてことはさすがにないんじゃないですか。アラックの雲仙どころか万に届く勢いのものとかあるのかな、うん、すごいですね。まあ、そう考えるとちょっと感覚がちょっとバグり始めてるから気をつけないといけないですね。はい、はい、じゃあでは、続いてですね、第2位の発表です、はい、第2位はですね、ワイパインクです。こちらフランス軍の M47 カーゴパンツの前期型がランクインしております。うわーすごいな、はい、これも先日再入荷しまして、待望の再入荷だったんですけど、うん、これもまあやっぱり非常に人気で、特にオリールからですね、在庫がもうすでに結構薄くなってる状態です。そう考えたらやっぱ今ランクに入ってるものも名作だらけですね。4765、うん、スラント、ブラック357、ブラック357、うん、そっかそっか。まあこれは当然、まあ M47 っていうのも、まあ M47 のこう人気のこう加熱した時期ももう3年ぐらい前ですかね。そうですね。ユーロヴィンテージという言葉というか、ユーロミリタリーの方がこう、米軍を一時期こうしのぐぐらいのね、勢いがありましたもんね。うん、まあ、結構今はもう均衡して、まあもはやもうユーロミリタリーも結構もう市民権を得たというか、もうみんな当たり前に定着してきてる方多いんで、うん、はい、うん、まあ、今はもう結構米軍派、ヨーロッパ派みたいな。そうですね。うん、まあ、その中でもこの名作パンツということで M47 をうちが忠実に復刻したということで、はい、まあ、なかなか前期の復刻ってないからですね、うんうん、ただこれもですね、まあ、同じ条件で再生産というものができず、これを今期でこの品番は終売となっております、うん、大事に履いてください皆さん、はい、まあ、もちろんその次もですね、新しいものを企画しようと思ってるんですけど、一応このモデルは今回限りで終了になってます、はいはい、そして今週の流行る第1位、こちら米軍 M65 フィールドカーゴショーツ WP の112番。おお、すごい、ショーツが1位、はい、ショーツ素晴らしい、はい、まあ、季節ですね、時期を感じますね、まあ、これはですね、先ほど第6位にランクインした WP の111番と同じ生地を使用したショートパンツ、うんうんうん、中村さんも先日これ動画で着用してましたね、履いてましたね、うん、公園でみんなと一緒に、まあまあもちろん、いや結構太さがあるから履きやすいですよね。ああ確かにそうですね、うん、そういうショーツだとちょっとまあ LL とは好きでしょうけど、ああいうちょっと大人っぽいショーツの着こなしも、うん、ただ6号のこっちに関してはまあ両方というか結構ラフに履けるから気兼ねなく履けるんじゃないですかね、はい、うん、結構渡りが太いからこうクライミングショーツっぽいサイズ感で履ける感じがバランスが良さそうですね、はい、まあ、カラーは2色展開ということで、まあ、こちらもですね、夏に、まあ、夏に6号履きたいよって人はこれおすすめだと思います、うん、ですね、はい、ということで、ワイパーウィークリーランキングでした。はい、ありがとうございます。はい、ではでは続いて、はい、ですね、こちらいきますよ、うん、視聴者からのお便りご紹介のコーナー、間違えた、はい、ボタン間違えちゃいました。あ、なんだ、何を間違えたんだろうと、何も間違えてないのと思ったけど、中村さんのミュートボタンしました。あ、私の音声が届かないようにしたんですね。陰湿な意地悪じゃないですか、ちょっと鈴木さん。ということで、はいはい、今週もですね、お便りを募集しております。はい、はい、ありがとうございます。ですね、まあ、今回特にトークテーマ設けてないので、こう普通のお便りを募集しました。ちょっと待ってくださいよ、はい、あテーマなしだったんですか。そう、今回はですね、まあ、普通に、まあ、結構なんだかんだこのテーマ設けちゃうと質問しづらいよみたいなこともあったと思うので、はい、まあ、今回は特にその、まあ、何でもフリーの質問というかお便りにしてます。そうなんだ、はい、まあ、なんで結構みんな思い思いのメッセージ来てますので、気になるものから回答していきたいと思います。経年です。経年変化さんですね、これは。はい、お二人のおすすめスノーパーカーを教えてください。お、これは旬なネタですね。うん、これ私は今はスウェーデンの M62 ですね。あ、かぶった。かぶっちゃった。かぶっちゃいました。ありがとうございます。はい、でもその魅力とは。いや、なんかね、
やっぱね、米軍とかに比べて、まあ他の軍にも比べてですけど、やっぱディテールが凝ってますね。うん、ポケットももしかりですけれど、ダブルフラップだったりとか、はい、あんまりスノーカモパーカーみたいな簡易的な作りじゃないですよね。うん、確かに1枚のちゃんとアウターとして機能しますね。だから先日これもそれこそミリタリーウェアハウスで着れるサイズがあったんで来たんですけど、はい、あ、いいなと思いましたね。すごくいいなと思いました。あれはだからちょっとアウターとして着たいなって、アウターとしてっていうか普通になんかコートとして着たいなと思うような魅力がありましたね。はい、確かにあれはなんていうか結構スノーパーカーってこう薄で、あえてその1枚上からコートの上から着るから薄手なものとかが多いから、はい、あんまりこの上着としての機能が1枚で着るとなさないんですけど、はい、M62 に関してって結構生地も肉厚で、まあ、かつその貫通ポケットとかじゃなくて普通のポケット でしかもこの若干色がくすんでるっていうのがポイントかなと思います。うん、そうなんですよ。だからあれね、数が少なかったからどうなるか分からないけどね、染めてもいいなと思うけど染めれないぐらい数が少ないかもしれない。うん、でもあれもなんだかんだ減りましたね。久々でしたもんね。久々ですよ、うん、しかもパンツも一緒に入ってきましたからね。確かに。だから今米軍のスノーカモパーカーもだってポケット付き、うん、オーバーダイ染めたやつ、はい、普通のやつとあって62もまだ販売できてないかもしれないですけど、うんうん、あるから結構ね選べるっすよね。うん、なんでまあこれに関してはちょっと回答かぶっちゃったんですけど、はい、スウェーデンの M62 がおすすめになっております。そうですね、まあもちろん米軍のスノーカモも今絶賛販売中なのでチェックしてみてくださいね。うん、はい、米軍のカラー染めてるやつとかも可愛いですよね。可愛いですね。オレンジが個人的にはやっぱり好き系ですけど。うん、では続いて、僕はこれ。ちょっと前の動画のルックブック以来、あやさん推しです。おお。はい。あやのファン、あや推しがいますか。はい。これあや聞いてるかな。大喜びでしょうね。うん、でも実は最近結構倉庫みんなよく、まあ、写真とかもですけど、ね、そうです。あれはね、編集がスバルの時に結構 現地というか現場でスバルはカメラを回すんですね、女性のパートスタッフの皆さんにも、はい、うん、そしたらみんなもどうせ使われないだろうという前提でおちゃらけたりするんですけど、はい、スバル結構そういうの使いがちじゃないですか。あ、確かに結構オフショット入れがちですよね。そうそうそう、横木の、はい、ベストバイもそうですし自分たちの時もそうですけど、お前ここ絶対使わないだろうっていう、もう言うまでもないようなオフショットというか NG とかをあいつはさらっと使ってきますからね。油断も隙もあったもんじゃないです、あいつは、あの男は。はい、まあ、というわけでこのあやさん推しっていうことで、いや、あやはねこれ今すごいねストイックに自分に磨きをかけてますから。ああ、なるほど。うん、これもともとあれですか、中村さんが誘ったんですか。そうです、そうです。スタイルはいいんですよ。うん、でもずっとダンスをしてた若い時ぐらいあって、スタイルもいいですし、ノリもすごく良くてですね。うん、なんか普通嫌がるじゃないですか、いやだ恥ずかしいみたいな、あ、いいですよって。いいですね。しかも多分何言ってもノーって言わないじゃないか。YouTube 一時ずっと出ててとか言ったとしてもできるような気がします。はい、ただね、やっぱ、ね、そのミリタリーの知識とかはもちろんまだまだですし、うん、そのコーディネートをお伝えするっていうのに関してはまだね、ズブの素人でございますから、いや、これもね、やっぱ積み重ねて積み重ねて、毎日倉庫で触ってるわけですから、はい、逆に言えば、すごいミリタリー女子が現れるかもしれないですよ。あ、確かに、こう物のこう見分け方とか、そこら辺の審美眼はすごい鍛われてるかもですね。はい、まあ、でもこのあや以外にも結構うち最近こうちょいちょい脇を彩る、そうですね、こう準レギュラーがなんかちょいちょい出てますよね。レイナーに7、うん、まあ、7かぶりしてるんですけど今ミリタリーウェアハウスにいる7と、はい、本社にいる7と、うん、いやけどね、やっぱももリナーに次ぐ第3の女性のレギュラー陣が現れることを期待しててください。うん、そうですね、はい。しかもこう男性スタッフに関しても多分来週ですね、面白いまた企画登場して、そこでニューフェイスが出る予定なんです。ああ、はいはいはい。あれはびっくりしましたね。はい、まあ、でもそんな感じで、こうなんかうちもこういつも出てるメンバーとか安武さん以外にも、はい、結構やっぱりこう出たら面白いみたいな人が、いや、いますよ、いっぱい。うん、だから多分インスタではちらほらね、ミリタリーウェアハウスのスタッフの男性陣とか女性陣結構出始めましたけど、みんなようやくこう免疫がついてきたんじゃないですか。ああ、確かに。ね、やっぱこう最初はこうやっぱりこう顔を出すのがすごいこう抵抗があるみたいな人多かったですけど、はい、うん、まあ、宮崎くんもそんな感じでしたけど、まあね、ラジオ普通に出るようになったし、ね、もう宮崎とかあれほぼもうこの間のアングル見たけど、はい、出てしまってますけどね。まあ一応こう、まあ、形だけこう消してる風な感じの、はい、まあ、っていうぐらいにこうね、多分みんな出たら案外こう
大したことないと思ってるんで、ぜひこれ聞いてるうちのスタッフの人たち出てみてください。新しいですね。スタッフに向けてのラジオでの発信って。そうそう、これ見てるうちの会社スタッフの人たちはね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では続いて中村さん何かありますか。はい。どれにしよっかな。あ、めっちゃいいじゃないですか。M51 カーゴ。カッココットン 100% のショーツも作ってほしいです。ああ、なるほど。ってことは、この方はもう51カーゴが出るっていうことをもうちゃんと把握してる方ってことですね。あ、なるほど。確かにそうですね。すごいですね。どこで、うん、ラジオで言ったっけ、まあ、まあ、もしかしたら6号の時に51もぐらいの話はしたかもしれないですね。ああ、そうなんだ。この方もすごい、あの、リアルタイムですね、これ。まあ、っていうのも、この51のカーゴがもう近々出せるんじゃないかなと。今日ちょうどその写真撮影というか動画撮影とあれを撮ってきましたもんね。うん、そのタイミングでこれ見たからすごいなと思って。確かに。そうなんで、あの、まあ、6号当然うち好評いただいてますけど、続いてはですね、51も仕込んでますので。はい。はい、またちょっとこれに関してはですね、今ショーツは今のところ未定なんで、まあ、もしご好評いただいたらですね、51のショーツあるかもしれないです。はい。まあ、6号のショーツもおすすめです。では、続いて。こちらです、こちらハロミリ在庫も豊富でお手頃価格の A DPM デザカモを明るめの色で染めたりできませんかねと。あれ、これってでもなんか染めましたっけ。明るめは染めてないんじゃないですか。まあ、多分これ色的にはあれなんですよね、はい、こう、まあ、ベージュサンド系のカラーなんで、はい、なんだろうな、結構色の相性によるかもしれないですね、うん、暗めな色に染めるんだったら多分元のものよりも暗い色だったらいけるんですけど、やっぱりこの鮮やかな色ってなると白とかがベースじゃないと、うん、あ、だからこの方通常の DPM 言ってるかもしれない。あー、なるほど。デザートじゃなくて、いやでも DPM デザカモって書いてます。あー、そっかそっか、うん、デザカモ限定で言うともうすでに明るめですから明るめの色はなかなかね、うん、そうなんですよ。まあ、でも暖色系とかっていうんだったら、例えばオレンジに染めるとかだったらいけるかもしれないです、はい、うん。じゃあ続きまして、これもうさっき自分は言っちゃいましたけど、今年の一押しサンダルは、はい、はい、シャカですなりますね。ですね、最近も入ってるやつ。もちろんもうオープニングで言っちゃってますから、はい、うん、これだけど面白いですよね。やっぱうちのスタッフってこうなんだろうな、おのおので推しが大体ありますよね。確かに T シャツとかそういうなんかグッズとかそういうのはブランドものうちやっぱ結構扱ってるんで。これ何なんだろうね、暗黙の了解でやっぱ同じものをいかないようにこう思考回路が動いてるのかな。あ、確かにこのブランドこの人が着てるからちょっと俺はこっちでみたいな、はいはいね、そうそうそう、うん、っていうのがあるんですよ。なんか面白いですよね、うん、だ鈴木だったらサンダルはですね、まあ、今日ちょっとスニーカーなんですけど、うん、僕はですねキーンを押します。あ、キーンか。俺ハイテックって言うかと思った、はい、あ、まあ、ハイテックもいいんですけど、はい、まあ、ハイテック普通に、まあ、ここ数年ずっと履いてるんですけど、ね、まあ、僕キーンの担当もしてまして。あ、そっかそっか、はい、それもありますもんね、うん、そのオーダーをつけるというかメーカーの担当っていうのもあるから感じする。そう、ただ結構キーン今年ですねめちゃめちゃ人気なんですよ。あ、もうすでにこの夏前で動いてる。そうなんですよ、まあ、結構その楽ちんなクロック系のサンダルから、はい、あとはなんていうんですか、このキーンらしいこの編み込みのものとか、はい、まあ、それ以外にもですね結構そのストラップ系の結構ソールがですねしっかりしたやつとか。ああ、そうなんですね、うん、そうだからあまりにも時期が早すぎてるから意識がいってないのか。じゃあそう、なんでもうすでに結構欠品まで出てますからね。すごっ、うん、早いな金か。じゃあしかも金はもう買えるんですね、すぐ。そう、今販売中なんです。まあちょっともうすでにですねサイズによっては欠品だったりするんですけど、個人的にはですねシャンティっていうモデルとヨギーっていうモデル、この2つがですねリラックスからまあ結構ショーツスタイルとかにもいいですし、他にはニューポート、あとはユニーク、こちらもおすすめになってます。めちゃめちゃ全部おすすめしたからそれそれ全部言っただろう。いやいやいや、ほとんどいやでもこれ結構どれもデザイン幅広くて、うん、なんかどれもコーツつけがたいんですよ。シャンティって名前がまたなんか面白いね。あ、でもそのシャンティ結構あれですよ、 LL とも最近ちょっと有機的なデザインのこう履いてるじゃないですか、はい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 、ああいうような。あ、なるほどなるほど、うん、結構トレンド系かもしれないですね。 あれトレンドって言ってましたね、うん、確かに。そうそう、まあ普通になんかこうリラックスできるような感じなんでオンオフ問わず履きますね。ね、サンダルもやっぱいろいろありますよね、うん、けどなんだかんだやっぱなんだろうな、年中サンダル履く人ってビルケンのあれなんだっけ、このいっちゃんベタなやつ、このアッパーが京都のアッパーの形してるやつなんだっけ、なんだっけ、面が広いスリッパタイプのやつですよね。そうそうそう、あれ履く人ってマジ真冬でも履きますからね。
靴下の上から。そうそうそう、うん、あの年中、うん、40代50代の諸先輩方とかでも、あの形ってやっぱこう室内履きとかカジュアルに履くサンダルとしては一番いいんだろうな。まあなんかやっぱりこのスライド系はやっぱりまあそのほんと、まあ実際中村さんもソックスで今日履いてますけど、はい、そういう合わせ方できますもんね。ですよね。やっぱ冬も履くサンダルってなったらあっちか。チューリッヒか。チューリッヒだ。はい。チューリッヒの形、まあ最近は京都の方が人気かもしれないですけど、うん、あれやっぱなんか意外と通ってないな。なんで履かないんだろう。うん、けどああいう形欲しいな、ちょっと。ああ僕ボストン前履いてましたけど、ボストンはこう完全に覆われてるやつか、あれこそまあ靴代わりみたいに履けるんで、はいね、うん、まあ、でもビルケンはいいですね。ですよね、うん、まあ、他にもじゃあビルケンだったらですね、逆にちょっとお求めやすいのであれば、あの実物のアベバ社製のサンダルもですね結構ビルケンそっくりなんです。ああ横木一押しのやつね。そう、あの白いの、ね、医療系のブランドの、はい、アベバっていうようなブランドの、実際実物というかその医療現場で使われていた、まあ、放出品、まあ、放出品って言ったらあれですけど、まあ、実際実務に使われていたっていうようなサンダルです。だから職場とかで、そうそうそう、職場でやっぱああいう形重宝しますよね、うん、そうそう、本当だから部屋履きとして使うにはちょうどいいかもしれないです、ね、デスクワークスの方とか、うん、そうだからね、結構その事務所が土足じゃない、あの室内履きに着替える事務所で働いている方も多分いらっしゃると思うので、はい、まあ、そういった時にちょうどいいんじゃないですかね。そうですね、皆さんのサンダル情報を教えてください。はい、続いてはこちら。あ、じゃあここ靴が続きますけど、はい、スニーカーはハイテク派ローテク派。ああ、私はもうがぜんローテク派ですね、うん、バンズですね。バンズだからハイテクスニーカーっていうか、むしろさ今思ったけど、じゃあエアーマックス1とかはハイテクですか、うん、もはやローテク。いや、うーん、僕の中の定義ではこうソールがフラットかどうかかなって思ってます。ああなるほど。だからまあ当然ニューバランスとかみたいな、はい、ああいうのクッションが効いてるああいうのは僕の中ではハイテク系です。ああなるほど。逆にまあコンバースとか、うんうん、まあアディダスのスタンスミススーパースターみたいなのはローテクと、はい、あ、まあまあどちらかというとやっぱローテクですね、うん、もうハイテクを履いてない、もう完全にね、そう、まあこれはローテクなんですけど、僕もですねもうずっと結構自転車 BMX みたいな、はい、ああいうあのペダルが踏みやすいような自転車ずっと乗ってたんで、はい、結構それまではローテク派だったんですけど、うん、まあ、そこからこうニューバランスとかを履き出したら、久しぶりにこうローテクのスニーカー履くと結構あの歩いててしんどいなって思って、あきついんだ、はい、かかったって思って、あなるほどね、だからやっぱクッション効いてるような靴履いちゃうとですね、はい、逆にちょっとやっぱりソールがペタンとしたやつは、あもうそっちに慣れちゃってるのかな。そう、いやそうなんですよ、まあ、けどそっか、けどランニングの時とか結構頻繁にやってる時は結構ほら、まあ、厚底ブームだから、うん、すごいクッションのやつ履いて走ってますけど、はい、あれを普段あの感覚普段の生活には必要ないもんな、俺。逆にふかふかしすぎちゃう。そう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 。ふにふにした感じ。うん、いや、そうだからやっぱりその足の負担は和らぐんで、やっぱそれに慣れちゃうとやっぱりこうまあなんていうか硬い地面を素足で立ってるときついような感覚に近いのかな。うんうん、はい、すごいな。うん、まあただ、まあ、けどね、今最近そのスニーカーすごいですもんね。そうですね。あのなんか、全然無縁ですけど、ハイブランドのスニーカーってなんかもうギャグみたいになってないですか。あのガンダムみたいな、なんかもう装飾がすごすぎて、なんかもうまずボリュームが半端ない。はい、ね、あれなんすか。まあ結構なんかボリュームゴテゴテっとした感じのデフォルメされた、ね、あの鉄腕アトムの足みたいなやつも最近入ってますもんね。そう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 、あれなんかすごい、あの時思ったんですよ。東京の伊勢丹メンズ館でしたっけ。いっぱいありましたね、ああいうスニーカーが、はい、まあ、オフホワイトとかも結構そういうイメージあります、ね、あれやばいっすね、うん、あれは無理やわ。なんかこう、はい、若い子って結構なんかこうサイバー系な格好とかするから、はい、やっぱそういうのに相性がいいかもしれないですね。うん、いや面白いなと思いました。スニーカーって一言で言ってもこんな幅広いかというぐらい、まあ、スニーカー市場もなかなかすごいですからね。いや最近はね、ジョーダン、うん、ナイキの話題からいつもかニューバランスも同じようなローンチで抽選、うん、抽選みたいになってるんでしょ。そうですね、アディマティックもちょっと前もそうだったし、うん、けどなんかあれらしいですね、サンバがなんか今巷では、そうアディダスはみんなサンバこぞって入ってるイメージ、
まあけどなんかサンバは履きたいな、履けるなと思いますね。まああれもまあローテクな部類です、うん、ですよね、うん。まあでもどちらにしてもこうハイテクローテクどっちにも魅力があるので、これはこうつけがたい、つけがたいですが、好き嫌いは人それぞれでしょうけど、うん、まあまあ、がぜんそのファッションアイテムと、ファッション、ミリタリーファッションとの相性もちょっと関係してきてるのかもしれないですけどね。あ、確かに。まあ、ヴィンテージとかっぽいのに合わせるんだったら、やっぱり、まあでもそれも、まあ一概には言えないな。まあまあ食わず嫌いでしょうけど、うんうん、あ、それこそ、だからそのつながりで、なんか、あれ？なんかありましたよね。あ、はい、いいですか。はい。連結して。ハロミリ、AJ1 に合う軍パンを何点か教えてください。M51 とロイヤルネイビーはあります。AJ1 はエアージョーダン1でしょうね。うん、ジョーダン1に合う軍パン、まあやっぱ51、オリーブのコットン地の軍パンはなんか硬いような気しますけどね。うん、M51 とロイヤルネイビーはありますということですけど、そうだな。僕逆にこう思ったのが、ちょうどエアージョーダン1ですけど、あのイタリアに行った時に、あの向こうの某イケメンのディーラーの人が結構さらっと合わせてたんですけど、はいはい、うん、確か結構裾にかけて細いちょっとジョガーっぽいようなスタイルだったんで、うん、F2 とか合うんじゃないかなって。ああ、そうですね、うん、F2 は先日履きましたけど、まあサイズ次第ですね。そのボリュームのあるサイズで、かつ何色かすね、これジョーダン1って言ってもね、それこそ、そうそう、ブレッド、シカゴとか、うん、タクシーとかいろんな色があって、その色味で全然変わってきますからね、その雰囲気が、うん、レイカーズカラーのものもあるし、まあ、しかもハイとローと、まあ、ミッドもあるか、うんうん、けどヨーロッパは確かにもうみんなこぞってジョーダンに細いパンツみたいな若者が、うん、若者以外もですけどめちゃくちゃ多かったですよね。そう、ジョーダン率がめちゃ高かったです。ナイキすごってなるよね人気が、うん、で細いパンツで、そうそうそう、もういかにもスニーカー見てくださいみたいなね、うん、合わせ方で、あれすごかったよな。まあ、けど51ロイヤルネイビースラントはよりは絶対51。うん、あでも僕もあのロイヤルネイビー結構スニーカーと合わせますけど、あの結構裾をあのドローコードを絞って、あ、そうか、そうか、あのニューバランスとかと合わせたりよくしてますね。何色か次第ですけどね、うん、どうだろうな。もうそのシカゴとかブレッドみたいな古き良き初代ジョーダンカラーはやっぱ51とか古いパンツに合わせてほしいですね。今っぽいこうカラーリングのやつとかは鈴木が言ったみたいにちょっと細いパンツで、うん、今っぽく合わせるとかっこいいかもしれないですけどね。そっか、冗談はなんだかんだ持ってないけど、うん、冗談はだってもうお金かかりますもん。何色が使えるんだろう実際持ってたら。一番無難なのはそれこそ黒グレーってあるっけ。あるあります、ありますね、黒、うん、まあそうなんじゃない。だけどやっぱりなんだろうな、個人的にはシカゴカラーとブレッドっすよね、うん、まあそこら辺はもはや飾るもんなのかな。いやすごいじゃないですか、はい、だってオークションでそのジョーダンのスニーカーが何億で落札されたとか、なんかエアーっていう映画あるらしいじゃないですか、そういえば。あ、知らないです。それそのジョーダン1ができるまでのストーリーを映画化してアメリカが。あ、じゃあナイキの話。そうそうそう、はい、すごいですよ、うん、見てみたいなとか思って、やっぱスラムダンクを見た余韻がまだ若干残ってるから今度はジョーダンかっていうこのねバスケット熱ですよね、うん、あってことは別にジョーダン1っていうかそのジョーダンシリーズみたいな話なんですか。ジョーダン1ってほらなんかジョーダン1って本当はこう罰金を払い続けて、うん、その違反してまでも履いてもらいたかったみたいな、うん、話とナイキってその時は全然あんまりこう今みたいな飛ぶ鳥を落とす勢いとか安定感なかったピンチな時代にこのジョーダンを見つけて、これにかける、ジョーダンにかけるっつってハイリスクを負ってまでも作ったこの靴の歴史みたいな、確かそんな感じだった気がします。間違ってたらごめんなさい。だから見てみたいなと思って。バスケットね、だからバスケットはあれなんですよね、 NBA をマジで一度見てみたい。あ、それこそアメリカ行ったら、まあそうだな、メジャーリーグと NBA どっちが見たいですか。いや、がぜん NBA です。お、やっぱ日本で、いや、まあ、全然違うかもしれないですけど、ホークスだから、はい、あの地元が、うん、野球見に行けるじゃないですか、はい、バスケットを見に行ったことがないんですね。あ、プロの、うん、日本にも今プロリーグありますけど、はい、ってなるとやっぱ NBA を生で見た時の感動ってすごいだろうなって、うん、その体験したことないから。あ、
あでもなんかよく聞くのはそのやっぱりサイズがコートのサイズが小さい分やっぱ近いから迫力が違う、うん、ね。いやーしかも今八村塁がレイカーズにいてみたいな、うん、すごいじゃないですか、うん、いや行きたいな NBA。 次ちょっとロス行ける機会があったら、ね、なんかスポーツ観戦したいんですよ、はい、とりあえずうちのボス全然スポーツ観戦好きじゃないから肯定に入れられない全然興味ないから、うん、全然誘っても来ない前回もあれだったんですよ、あのエンゼルスのドームの横は通ったんですけど、はい、すごそうそう特に何もなくめっちゃ見てみたいもん、うん、それこそ日本のね選手がメジャーで頑張ってますから出る試合とか見に行けたらめっちゃ楽しいだろうなと思いますけどね、うん、確かに俺だからこのニューヨークハイランダーズかぶってヤンキースの試合見に行きたいんですよ西の方にしか行ったことないから、はい、東の方に行ったことないんで、うん、行きたいなと思ってこれいや行けるといいです ね、なんかアメリカ出張のついでに、ねうん、したいな、では続いて、はいこれはですねこれは耳寄り情報ですけど、はい、この横木さんのふくらはぎを拝見してみたいですってことなんですけど耳寄り情報何回これいやこの質問していただいた方に耳寄りなんですけど、はい、実はですねこれ最近ショート動画で披露してるんですよ。えショートの時に、はい、体調シリーズで、はい、M47 のショートと M52 のショートパンツのセールのどっかで、はい、彼履いてるんです。そうですね、うん、小芝シリーズね。そうしかも膝上丈を、はい、そうです。だから拝見できるじゃないですか。じゃあ、はい、このラジオが終わった後うちのショート動画にあるってことですもんね。そうです。ショートの方見たらけどねこれハードルはけどあの時あんま強調されてないもんなふくらはぎがうまいことコーディネート組んだんだから生で見たら迫力すごいですよ。ド迫力ですよあいつのふくらはぎ。番長の太ももより太いかもしれないですよ番長は本当あの足がめちゃくちゃ細いので、うん、そうなんでまあ確かにそうですね結構やっぱ強そう下半身強そうっていう風に。いやーごついごつい迫力が違いますもん。まあただそんなコンプレックスも、まあ、実際にですねこううまいショーツを合わせれば全然気にならないということなんで、はい、もしこうショーツ敬遠されてる方もですねぜひ挑戦してみてください。はい、これどういう意味なんだろうなと思ってこれ俺なんかお題があったかと思ってこれすごい気になったんですけど、はい、海外入荷などでよく聞くワード続いてこちらですのイントネーションこれどういうあれなんだろうな。確かにどういう意図があるんでしょうねこれだからあれでしょう。はい続いてはこちらですって言って何々っていう時の最初の冒頭のワードでしょこれおそらくってことは中村さん多分自分じゃないかなと思ってイントネーションが独特なのかな。はいでは続いてはこちらです。大体そんな感じですよ、うん、だからこのなんかお題があったのかなと思ったんですけど違ったか。そうですね、まあ、でもなんかわざわざするってことはなんかすごいこう気になったのかマイナスじゃなければいいですけどすげえ不快な思いをしてるならごめんなさいそのイントネーションでまあでもどういうあれだったんだろうな。結構やっぱ動画でこう見返すとやっぱり自分たちって口癖やっぱ癖あるなって思いますよね。なんかわかりますね、うん、あまた言ってるこれ。なんか連呼一回使っちゃうと連呼しちゃうワードってありますよね。うん確かになんだろうな例えばなんかあるんですよね絶対良くないなと思いますもん自分も、うん、僕結構なんとかですねっていうのをついつい言っちゃうんですよ。これはですねこれがですねあれがですね。はいはいはい。あと、まあ、全然動画ではあんまないですけどやっぱ絵ってつける人ってすごい気になりません、うん、あ確かに一回それすごい気になるとそうそうもうカウントしますもんだから、うん、頭の中で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あ10突破みたいなほんの一瞬でもちょっと絵を挟むみたいな。そうなんですよあれすごいですよね。これがですね、これがですねはい、いうね、リズムなんでしょうけどね、はい、そういう、うん、逆にだからそういうのつまらずにスラスラ言う人って逆になんていうかちょっと人間味がないというかアナウンサーっぽいみたいな感じでやっぱ思うから。そっか、うん、まあ全然いいんですけどこうなんかスラスラと言ってるなっていう感じがすごいやっぱこうギャップを感じます、ねうんうん、あそっちの方が人間らしさっていうかまあまあそうね、まあ、適度に入れる方がむしろなんかリアルな感じがしていいのかもしれないですね、はい、抑揚がない感じじゃないんですけど。ああ安武かええー、いやそっかええって安武使うか。安武さんは結構使いがちですけど使わない時ありません。もう一呼吸で全部喋ってしまう時ルルルルルお経のような感じあるあるありますね、うん、そうなんですよ、まあ、こういうのってやっぱ結構編集とかしてるとやっぱ気になりますもんね。あそっか、うん、じゃああれですねスバル
戸高、鈴木は、モモは、この人ってこのワード口癖あるよねみたいなのを気づいてるのかもしれないですね。そうですね。しかも動画だとこの仕草、身振り手振りもあるから、はい、そういった点では中村さん結構ポーズはこう。そうそう、俺だから藤本ジョーカーですね、うちで言う、うん、怒られますもんね。じっとしろって言ってその切り抜けないからその動画中のサムネ の, 動画あの画像とかを、はいはい、怒られます。あ、なるほど、落ち着きがない。そうそうそう切り取りづらいという、はい、静止画を。そうなんで、まあ結構これ癖は人から指摘されて初めて気づくこと多いの で, です、ね、はい、何かあれば教えてください。では他には、あ、これはお二人が昔の自分にアドバイスをできるとしたら何を一番伝えたいですか。アドバイスか。昔の自分、昔の自分、あんまりないかな、これでこの時にみたいな。うーん、あー、そうだな、パッと今思いついたのは、はい、なんかこう、なんか自分にこう若い頃こうすごい自信がなくって、こうなんていうか、こう何かをやってもすごい予防線を張るようなことをよくしてたんですよ。例えば僕結構その若い頃って自分で物をミシンで縫って物を作ってたんですけど、なんかこうで、まあそれを作ってこうなんか見せたいわけですよ。なんですけど、こうそこに対して本気でこれめっちゃいいでしょうっていう風にどうしてもなんかどっかで言えない自信があって、はい、で、あの、ま、自己満ですけどね、ま、こんなのやってますみたいな、なんかこう 100% そこに対してこうなんか自信を持って言えなかったから、まあ、それはなんとなくわかりますよ。それはだってほらね、これめっちゃいいっすよ、自信作ですとはやっぱなかなか思ってても言えないっていうのはなんとなくわかります、うん。いや、なんかその当時ですね、僕ブログを書いてて、はい、そういう自分の作った作品とかを載っけて写真撮ってたんですよ、はい、でその時になんか初めての投稿でいきなしその批判のコメントが来ちゃって、うんうん、いやこんなの誰が欲しいんだよみたいな、みたいなのがあって、なんかそれが結構最初トラウマで、あんまりこう、いやこれこんな作ったんですよ見てくださいよみたいなことが言えずにいた時期がありました、はい、そっか、うん、じゃあまあ今言えるなら自信を持てということですね、気にせず。そうなんです。だからこう、まあその時本当に20代前半とかでしたけど、こう今の若いスタッフとかがすごいこう自分に自信を持ってこう堂々としてるのを見ると、はい、うん、あ、すごいな、自分もあの時にそういうふうにしてたらなんかまたちょっと、うん、あの違ったことができたのかなとかって思って。なるほど、うん、そっか、それはね、なんとなく共感できるというか分かるような気はしますけどね。自分は何だろうな、別にそのメンタル的なものはないから、あ、よく寝ろって言いたいですねなんかそれこそこの間なんかそういう話になって、最近のこうスタイルいいよねとかそういう話になったんですけど、うんうん、なんか最近寝る子は育つがリアル論みたいな、なんかあれが強いらしいですね。あ、睡眠が大事、遺伝じゃなくて本当に睡眠で左右されると、その身長とかは、うんうん、はい、でなんかそれこそ大谷くんがかなり寝るみたいな、そのもうあんだけ漫画から出てきたようなスーパースターは、うん、暇さえあれば寝てるらしいから、睡眠ってめちゃくちゃ大事みたいで、そのしかも子供の頃も、うん、そう考えたらあんま寝てなかったのかなと思って、それはやろうと思えばできたことだと思って後悔してますそれ子供も子供の頃ですか。そうですね、うん、だから寝ろ、いやけど子供の頃寝てたと思うけどな、うん、何がダメだったかな。あ、栄養をとってしっかり睡眠とって、はい、けどシンプルに栄養が取れてなかったのかもしれないですね中村家の、中村家で忘れてたけど、やっぱりド貧乏でしたからシンプルに食べ物が食べれてなかったのかな、これじゃあなおさら寝るべきだったな。そうだ、体力の回復が追いついてなかったかもしれない体力の壁落ちてたらやばいですね雲も食えてねえからこう昼間動いて疲労しててはい、はい、睡眠なり食事をとって、はい、いや食事かな、じゃあやっぱり面白いな今のはあれですか、何、アドバイスできるなら、そうそうそう、うん、昔の自分にアドバイスできるならって言って。なるほど、ちょっと深いですね。深いけど、もう自分の答え寝ろでしたからねで月追求したら貧乏が原因だったんじゃないかなって言って納得してますから今自分で。ちょっと仕方ないな、これは、こればっかりは仕方なかったな。じゃあ続いてこれミリキャンです。上半期で売れたアイテムは何ですか。
もう上半期を振り返る時期ですか。はい。そっか、5月に入ったから。実物でじゃあちょっと限定してみましょうか。いやもうけどこれはもう圧倒的でしょう。はい。もうパッと思い浮かぶのはもう一つのはずです。おそらく。じゃあせーので言ってみますか。はい。せーの、IPFU。ほら、絶対そうですよ。そうですね。間違いないです。そのイメージですね。次に来るのが、うん。なんだろう、次は。いや、もうこれでしょ、絶対。ちょっと待ってくださいね。なんだっけ。実物でしょう。もちろん。皆さん、ラジオの視聴者の皆さん、第2位は何だと思いますか。これは多分実績ベースで間違いないと思いますけどね。ちょっと待って。鈴木より早くもう答えてるよ。おそらくこの質問したミリキャンさんか、はい、マルボロさんか。だって実物でしょう。はい、なんだろう。なんかすごい大事なものを忘れている気がする。だと思いますよ、はい。めちゃくちゃ思い出深いアイテムじゃないですか。鈴木にとっては特に。はい、これ最大のヒントですよ、これ。鈴木にとっては特に思い出深い実物のアイテムってことは、携わったってことですよね。そのアイテムに何かしら普通ではない携わり方をしてるってことですよね。あれ、ここまで来てもすごいこう言われたら多分あーってなりそうな気がするけど、今年のことと思ってないのかな、もはや。ただ出会ったのは、あなたがこのアイテムに出会ったのは去年の11月かな、はい、去年の11月、初めて目にしたのは確か11月の出来事じゃないですか、はい、これは、はい、そして今年それを皆様にお届けできたのが今年の2月かな、はい、確か。ちょっと慌ただしすぎて記憶が飛んでますね。おいおいおい、これ絶対これは出てくるでしょう。もうみんなほぼ皆さん正解してるはず ですよって思いたい。じゃあもう最後のヒント。はい。名前までつけちゃいました。なるほど。はいはいはい、はい、名前までつけちゃいましたよ、これは。なるほどですね。はい。はい、何ですか。マリンロワイヤル。はい、大正解。なるほど。僕すいません、ずっとパラトルーパーだと思ってました。いや、パラトルーパー4位か5位だな。そっかそっか、マリロワがありましたね。そうっすよ。そうだそうだ。11月に出会いましたわ。一時なくならないだろうと思って、1000と2000いかないぐらいしたじゃないですか。はい、確かにちょっと数量えぐいんですけど、瞬く間に嵐のように過ぎ去ったから、そうだ、はい、そうでしたね。そうっすよ。だから今年、違うところで見ましたけど、大体閑散期にね、とんでもないことをしでかしてしまったんで、IPFU とマリンロワイヤルっていう、そうでしたね、そう年明け早々だった。そうだから来年のこのね、まあ、大人の事情で怖いんですよ。わかります。大人の方はね、やっぱり皆さんね、数字に携わる人であれば、何でも去年のこの月を超えようって頑張るわけじゃないですか。そのハードルが高い高い。確かにそうですね。閑散期にっていう、うん、嘘だろっていうね、華々しいデビューを飾って、そこには IPFU もいて、はい、すごい2月だったんですよ。うん、恐ろしい。まあそっか、でもマリンロワイヤルもあと1回ですもんね、再入荷を残すところ。いやだからもうあれですよ、それこそもう撮ってますけど、その再入荷のやつ、ミリタリーウェアハウスで先日ね、はい、まだ公開できてないですけど、うん、はい、だからね、すごかったなと思って、はい、2月、1月、2月がちょっと濃いすぎて、あまりにも、なかなかない、2月、ニューエラも販売しましたからね、ああ、そっか、だからもう本当にその怒涛の年始だったんですよ。あ、まだ2月、じゃあ3ヶ月経ってないんですか。そうですよ。もう結構随分経ったなっていう。すごくないですか。そう、いやなんかあまりにもいろんなことが更新されすぎちゃって、ああ、あったなぐらいになってるけど。いやすごいんですよ、だから。ああ、そっかそっか。1、2月は特にすごかったですね。確かにそうだ。だって大体冬のピークってこう年末ぐらいで終わるんですけど、はい、それ以降にここボンってきた。そうなんですよ。来ちゃったから。すごいですよ。確かに。実物言ったらそこですよね。そっかそっか。うん、まあでもワイパンインクとかもやっぱりパンツを中心にですね、かなり6級でしょう、うん、その通算の数で言うと、そうですね、うん、6級65レーン W111 とか、6級65でしょうね、うん、間違いなく6号の方がすごいかな、うん、ですね。まあやっぱこうアウターとかってこう人気ではあるんですけど、やっぱりこう通年通して売れるアイテムがやはり、はい、まあ数で言えば人気かなという感じですかね。ヘビーアウターよりはね、だから IPFU は良かったんでしょうね、うん、結構着用期間が長いというか、はい、まあ、実際そのやっぱりこうミリタリー知らない人でも、あ、これ見たことあるってよく聞くからですね。 IPFU はね特にね、うん、なんか街で確かに天神歩いてても見かけますもん普通に、うん、
女性がこう超オーバーサイズをワンピースのように着てましたよ、この間。あと男性の方、まだやっぱね、男性で年齢が近い方でそういうのを着てるのを見るとね、あーって思うんですよね、うん、あーって思うイコールあれワイパーかな、ワイパーのこと知ってるかなと思ってちょっと意識してしまう前も言いましたけど、うん、僕なんか結構若者が着てるのによく遭遇します、ね、いやいや、そうそう、うん、そのイメージあるから逆にね、自分が着てる時になんか分かんないけど後ろめたさを感じちゃうごめんねみたいな、うん、あなたたちの世代の今の旬なアイテムを着ちゃっておじちゃんがみたいなまあでもあれだけ見かけるとやっぱ街でも被る確率が高いかもしれないですね。いやね、すごいですよね、うん、まあそれが安心感になるっていう、ね、世代でもありますから、ね、うん、若い時は確かに、うん、まあ、っていうような感じ で、 そうです、はい、だからもう間違いなく実物だけで言ったらそこで、ワイパーインクで言ったらやっぱ6552ですね、うん、はい、では、はい、続いては何があったかな。あ、仕事をしていて嬉しい瞬間ってどんな時ですか。はい、そうだな、まあ、やっぱりこう何かを達成した時ではあるんですけど、うん、まあ、自分だったらやっぱりこうものづくりで思った通りのものが上がってきた、そしてそれがこう好評を得てこうたくさんご好評いただいたっていうようなとこですかね。まあ、確かにそれはありますよね、作り手側としての喜びは大きいですよね、うん、まあ、なんで特にその、まあ、自分が携わるところとしてはものづくりから、まあ、それの販売のためにやっぱ動画まで撮るじゃないですか、うん、はい、でそこで実際に良さを伝えて、でそれをもとにまあ、翌日とかにこう販売が開始して、その時にこうやっぱりこう皆さんにたくさん買っていただけたりすると、ああやってよかったっていうふうにやっぱいつも思います ね、うん、そうですね。それは大きいですよね、今特にね、うん、まあ、すごい達成感はめちゃくちゃ感じますね。わ、うん、かります。それは自分も同じくですね、最近それこそ自分もそのいくつか商品化に携わることとかも出始めたから、なんかこうサンプルとかが思い通りに上がった時とかは、うん、うわこれは来たなっていう、見えるんですよ、うん、その時にこれはいけるっていう、あそっかそういうのが上がった時に確信というか、うん、そうそう、これはいけるっしょ、逆にダメな時もあるから残念ですけど、やっぱそういうのは楽しいですね、うん、あとこれっていうのを見つかった時、あでも確かになんか分かりますね、なんか売れるやつってサンプルの時点でこうみんなの熱が違うっていうか、反応が違いますね、うん、あこれいいねってみんなやっぱなると、うん、やっぱ自然的にやっぱこう見てる視聴者さんたちもいいって思ってくれる確率が高い気がします。はい、そうす、だからものづくりに携わる人たちのやっぱ醍醐味でしょうね、うん、まあ、あとはだから接客して人と人がつながるときが面白いですけど、うん、それこそこの間オフ会がありましたけどね、ミリキャンさんたちの、はい、ああいうの見てたら、うん、あ嬉しいなと思いますし、インスタとかでしか拝見できなかったお客さんと偶然お店で、たまにしか行かないお店で会って、うん、実は何々ですって言われて、ああみたいな、あのインスタの、はいはい、みたいな、でもやっぱ嬉しいですしね、うん、確かにそのインスタアカウントでこう覚えてて、だからその自分を名乗るときにやっぱインスタの名前でいいですか、はいね、そうそうそう、だからライさんもしっかり、ランプさんもしっかりですけど、うん、地元の、ね、方々と初めて会った時のあの感じとか、うん、県外から来てくれた人との会話とかね、うん、まあ、でもむしろなんかそこをそのソーシャル上でつながっててもやっぱそれを何回も重ねてると、やっぱ実際に会った時とかもあんまり初対面な感じがしないとかしないですよね、やっぱね、もう全然あの地元じゃない人たちでも、赤奥さんもしっかりですけどね、うん、怪物さんもやっぱこう馴染みがあるからね、面白いですよね、うん、確かに、まあ、そういった意味ではやはりこう実際のその店舗だったりのイベントっていうものをやっぱ今年も何かしらしたいなとは、ね、唯一そうやって皆さんとこう接することができる機会ですもんね、うん、ちなみにですね、一、はい、つこのこれちょっと先週来たお便りちょっとあの読んでなかったんですけど、はい、気になる内容で、これ6月17日に LL さんとワッテルマンさんとのコラボ企画があると聞きましたというようなお便りが来てるんですよ。すごい、その情報もキャッチしたってことは LL と発信のものをいち早くキャッチしたんです。そう、これ LL と日程発表しましたっけ。いや、そうなんですよ、なんでこれ多分ですね、あの結構つい最近やっとこう確定してた内容だったんで、この情報がどこからのやつなのかによるんですけど、ワッテルマンさんサイドですかね、じゃ あかもしれないですね。ああ、なるほど、すごいすごいじゃないですか。しかもそれに
情報キャッチして楽しみにしてくれてるってことですか。おそらくは、うん、なんで、まあ、ここでちょっと発表させていただくとですね、この LL ウッドとワッテルマンの、まあ、結構そのそれぞれのこのインフルエンサー個人同士でのポップアップをですね、ワイパーの福岡の実店舗で開催するっていうようなイベントが行われます。もうこれはもう濃厚な時間が流れますよ、はい、そうだから今回はですね結構ワイパー主導っていうよりも LL ウッド企画っていうようなところが側面が強いんで、はいはい、まあ、当然もちろんその丸店長も参加しますけど、はい、あのワッテルマンさんすごくって、あの結構自分のオリジナルのデニムブランドやってるんですよ。さあ、そうですよね。そうそう、だからそ当日それが、うん、あのご覧いただけるってことでしょ。ってことはあの LL さんもですね、あの私物で着てるんですけど、僕結構あれ最初見た時に、あ、いつもと違うデニム着てるって思って結構細部見たんですけど、はい、かなり物良かったんで、デニム好きはかなりこれあのうなるようなものなんじゃないかな。だからキャラがねちょっと強すぎてそっちに目がいっちゃいますけど、実はそういうものづくりとかその洋服に関してはすごい魅力的なものを作ってるってことですね。なんで結構アメカジ、コアなアメカジファンはですね結構見逃せないんじゃないかなと思います。わ、しかもその店舗の空気じゃあすごいでしょうね。なかなかキャラ濃いめな時間かもしれないですけどいやでも本当にあのなかなか多分こんな福岡でポップアップする機会ないと思うから、はい、これぜひですね気になってる方はですね当日お待ちしてます。いやこれはもううちの丸がおとなしく見えて仕方ないかもしれないですからね丸を応援してあげてください、ね、皆さん、うん、あ、しかもそれにね、うん、あのひょっとしたら、いやほぼ確定ですよね、我らがグッドオンの広沢さんもキャストに加わってグッドオンの販売を接客していただける可能性大ですからね、今のところ、はい、ほぼほぼもう確定です。これはでもある意味すごいこの4社のこう共同というか、やばい3トップっすね、はい、そうそう、なんで、まあ、そこにワイパーサイドで、はい、ちゃんとまあワイパーのお店の中でその3社がですね、はい、一度に会するっていう、いやーこれはすごいまあでもなんかそんな、まあ、ある意味ポップアップ企画が、はい、まあ、近々6月に控えてるので、はい、もしですねこれご好評いただければ、まあ、そういった形で何かしらポップアップ気軽にできればいいなっていう話もしてるので、そうですね、はい、うん、もしかしたら第2弾とかもあるかもしれないので、うん、ということで、6月17日ですね、ぜひ予定空いてる方はですねお店遊びに来てください。はい、はい、じゃあ次で最後にしましょう。はい、あ、じゃあ最後これにしていいですか。はい、はい、ランプです、はい、今年はワイパーラジオ T シャツの販売予定はありますか。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。これは今のところないんですけど、うん、まあ、去年ねあの寺井さんにすごい上等なワイパーラジオ T シャツ作っていただいて、うん、高額にもかかわらず結構あのご購入いただいてますので、はい、ぜひやりたいですよね。やりたいけど今年じゃあどうしようかっていうことで迷ってます今、うん、先ほどお伝えしたワイパーのねアメリカ製の T シャツに贅沢にもワイパーラジオのプリントを入れてしまうのか、うん、はたまた違うボディでやっちゃうのか、うん、どうなんだろうなと思って、これがワイパーラジオ T シャツですね、僕結構家で着てること多いんですけど、はい、たまにこの無意識にコンビニとかで行った時とかにふと我に返るとはずって思っちゃう。まあ知る人がしたらもう見て見てってことですよね。そうそうで自分のパーソナリティを務めてる番組の T シャツを着てるっていう感覚ですからね。そうなんです。なんであの皆さんが着ていただけるのはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい、ちょっと自分自身で着るのちょっとはずいなって思う時ってたまにあって今日一番のテンションではずって言ってますね。そうそう、鈴木が隣で。そう、いやあの むしろ誇らしく着るべきなんですけど、そうっすよ、そうそうそう、ちょっとねこうなんか自分大好きかよみたいな感じで自分大好きだろなんでちょっとこうね、はい、まあでもやっぱ T シャツはですねやっぱ何かしらこう作りたいなと思ってるんで、いや作りたいですね、うん、だから結局ねワイパーラジオグッズが何も形にできてないのが残念ですよね、なんだかんだ、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんでグッズも作ろうって思ってるんですけど、まあ本当冬前とかに今のうちからですねちょっと夏に向けてぐらいの感じで何か仕込みたいなと思ってるんで、T シャツマジでなんかちょっと考えないといけないです。アメリカ製でやりたいな、うん、まあ数量限定だったらちょろっとですね、うん、オンラインじゃなくてまた去年のようにだったらできるかもしれないですけどね、うん、そっか、前は中村さんの DM で個人で手売りをしたっていう、そうですそうです、はい、もう生粋のワイパーラジオファンの皆さんですよ、だから今けどだいぶ経年変化したんじゃないですかね。私のも相当色褪せましたよ。確かに黒ですけど、私のは、うん、ボディがねもともとグッドオンのボディだから、はい、味が出るってですよね、うんうん、ワイパーラジオ T シャツですね、うん、作りましょう少量で、はい、うん、じゃあそれはちょっと任せますんで、はい、よろしくお願いします、はい、はい、
はい、ということでちょっと今回もですねかなり長い時間話しちゃいましたね。すごいですね、なんかもう1時間絶対超えるようになってきたな、うん、はい、まあ、っていうぐらいにですねここ最近実はワイパーも社内事情がですねかなり目まぐるしく変わりまして、はい、こう皆さんですねこうかなりなんかできるんじゃね今年はみたいな感じの、そうですね、そうモチベーションが高くなっております、ね、いいことですよ、やっぱ向上心高いから、うん、去年よりも今年、うん、昨日よりも今日でね何か常に新しいことを欲してるわけですよ、はい、うん、まあ、特にこうなんか若手のこの発信というかこれしましょうよあれしましょうよっていうような提案もこう、ね、去年に比べて、まあ、やっぱ皆さんですねこう1年経ってこれができるんじゃないみたいな、自分たちもこうスキルが磨きがかかって新しいことができるっていうような、はい、可能性が多分出てきたのか、いやたくましいですよね、うん、そうすごいだから頼もしいなと思って、頼もしいですよ、うん、暴れ馬がだからなんとなくこの、はい、ワイパー 2.0 じゃないんですけど、はい、こう新章突入みたいな第二世代、はい、始まるんじゃないかなと思っておりますが、はいはい、何よりですね、うん、いいですね、はい、活気が出てきましたねそういやでも本当にだから新しいというか、まあ、なんかいろいろ多分、まあ、イベントとかもそうですけどいろんなことできるんじゃないかなって可能性を感じますよね、うん、確かにできますからね、うん、しかも、まあ、本当、ね、なんか次イベントするときとか公開収録でもしてみますか、あラジオ、ラジオとか、いやー全然、まあ、けど楽しそうですね、うん、むしろそれ公開収録しちゃったらそっちらのオーディエンスさんの皆さんをこう呼び巻き込んじゃいそうですけどね、あでもいいんじゃないですか、なんかこうよくあるじゃないですかその質疑応答じゃないんですけどなんかこう、はい、登壇してなんか喋ってとかでこうね、いや、うん、ぜひぜひもうこの間にもう一席ぐらい設けて、はい、じゃあ何屋さんとかね、うん、呼んでお便り紹介の代わりに参加してもらうみたいな、はい、それは楽しそうですね、うん、みたいなそういうなんかこう皆さん招待できるようなイベントができたらいいですね、確かに視聴者参加型で何かやりたいですよね、うん、その動画として、はい、ラジオだったりとか、うん、動画のコンテンツとしてもですね、うん、やってみたいですよ確かに、はい、うん、なんでこうかなりですねワイパー今年も、まあ、フルスロットルで加速していくフルスロットルスか、はい、予定ですので、はい、アクセル踏んでいきたいと思います、はいはい、ということでじゃあ終わりたいと思います、はい、番組への感想はカタカナでハッシュタグワイパーラジオ、ツイッター、インスタグラムなどお気軽に話題にしてくれると嬉しいです。またご意見ご要望はwiper.inc@gmail.com までお待ちしています、はいはい、ということでそろそろお別れの時間となってしまいました、はい、ワイパーラジオは毎週土曜日夜8時15分から放送中です、ここまでの相手はワイパーの鈴木と中村でした。また次回お会いしましょう。さよなら。おやすみなさい。いい日曜日を。See you next time.